はい、おはようございます。今日は、8月26日、ライブの日です。で、今朝9時ぐらいかな。ちょっと体を起こすためにも、ちょっと8時ぐらいからお風呂に入ってます。まあ、この後ちょっと準備して、ちょっと早めにね、柏に移動したいなと思います。そうですね、なんか結構今までライブの前っていうか、まあ日常的にお酒を飲むんだけど、今、まあ、嫁さんが妊娠してて、まあ、もうすぐ生まれそうということで、ここ1週間ぐらい、まあ、いつ何があってもいいようにね、動けるためお酒を飲まないで過ごしてたんで、すごい体調がいい気がしますね。体がすごい軽い気がしますね。なんで、いいライブが今日はできるんじゃないでしょうかね。はい、まあ、この後ちょっと早めにね、歌手は行って、カラオケ 1,2 時間行って、ちょっと喉のアップをして会場の方に行こうと思います。えい、ということで8月26日土曜日、ライブ当日でございます。まあね、天気も良くてライブ日和なんじゃないでしょうか。まあ私、りょうはいつもお酒はあまり飲まないのでね、メンバーを迎えに行ってライブハウスに行くっていう流れが、まあいつものことなんですけれども、今日は A ちゃんを拾ってからライブハウスに向かいたいと思います。ライブやるのがね、まあほぼほぼ4年ぶりと、実際2020年の2月ぶりのバンドでのライブということで、実際どんな感じになるかはもう全くわかりません。ワクワクもあり、まあ不安もあり、楽しみでもあり、まあね、楽しみが一番やっぱでかいけど、コロナ禍とかもあって、なんかね、正直もうライブとかやらないんじゃないかなとか思ったりした時期もあったんで、まあそう考えるとこうやってまたライブできるっていうのがすごい嬉しいですよね。はい、こんにちは。スターバインレコーズギターのえんちゃんです。これからライブの機材を搬入します。家から車へ積み込むだけなんですけども、この量をですね、一人で積み込むのは結構大変ですけども、頑張って積み込んでいきたいと思いまーす。A ちゃんの家に着きましたので待ち伏せてみます。どういうお互いに何この絵面、なんだろうね。ちゃんと YouTube やってる。そうやで。